ごまかせない瞬間、未来は叶うかな、届くかな。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。どうも、大阪芸術大学放送学科4年生の梶匠です。立花花尾です。大阪芸術大学グループのさまざまなイベント情報、学生や卒業生の活躍の様子をお届けする大阪芸大テレビ、今回もアート情報満載でお送りします。さあ、立花さん、もうすぐ夏休みですね。何か予定は決まりましたか？私は今年は浴衣を着て花火大会に行きたいです。お、実は大阪に来てからお祭りに行ったことが一度もないんですよ。もったいないですね。そうなんです。なんで今年こそは浴衣を着て夏を存分に楽しみたいと思います。いや、浴衣夏らしくていいですね。僕も着たいです、うん、そうだ、今度2人で浴衣を着て番組収録するのどうですか？いや、それはめちゃくちゃ楽しそうですね。ぜひやりたいですね、はい。梶さんは夏休みの予定ってありますか？こう休みって聞くと梶さんはいつもこう痩せるって言って運動してるイメージがあるんですけど。いや、そうなんですけど、今回はやっぱり学生最後の夏休みなので、うん、なんかいかにも学生らしい夏休み過ごしたいです。夏フェスに行ったりだとか、海でバーベキューしたりとか。いや、いいですね。もうね、この学生最後の夏休みですから、お互いいい夏にしましょうね。はい。あ、そうそう、今日の番組後半で大阪芸大テレビがおすすめする夏のイベント情報もお送りしますから、そちらもぜひチェックしてこの夏をエンジョイしましょう。さあ、まずはニュースです。今回は大阪芸術大学で行われた特別講義の模様を2つご紹介します。1つ目はアニメ名探偵コナンのプロデューサー諏訪道彦さんを招いて行われた特別講義の話題です。どうぞ。6月5日水曜日、アニメ名探偵コナンを手掛けられているプロデューサー諏訪道彦さんによる特別講義が開かれました。諏訪さんは1983年読売テレビへ入社、1986年よりテレビアニメーションのプロデューサーとして活躍されています。諏訪さんの作品の中で最も有名なのが、20年以上放送が続くアニメ名探偵コナン。今回はコナンの制作秘話も交えながら、アニメのプロデューサーとはどんな仕事なのか学生たちに伝えられました。視聴率を取るために最後まで尻尾まであんこみたいにたい焼き、頭から尻尾まであんこみたいにたい焼きみたいな番組を目指す、ね、これはコナンはネクストホラーでヒントっていうのを僕がやってます。次の週の前後編の前編でヒントがついたら、それの犯人は誰かなみたいなことを思うとかね。人気アニメを次々と世に送り出してきた名プロデューサーの体験談の数々、アニメ業界を志す学生たちにとって関心を深める貴重な時間となりました。アニメーションのプロデューサーをやって、30年やってきてますので、いわゆるテレビアニメーションをどうやって作っているのかということを、現場としてですね、生徒の皆さんにですね、お伝えできたらいいなと思ったお話をさせていただきました。やっぱりよくプロデューサーって何やってるのって聞かれますけども、基本的には人と人、人と会社、会社と会社の架け橋なんですよ。一番の大事なことは、面白い作品をちゃんと作って、それをちゃんと皆さんに送り届ける、送り届けしてのね、この自覚というか、その思いがこのプロデューサーというものの一番の精神だと思いますね。普通の勉強は絶対大事なんで、知識とかでも、僕思うのはやっぱりそのネットのニュースでも何でもいいんですけど、今何が流行っているのか、どんな風が吹いているのかみたいなことを自分なりに感覚として持ってもらったらいいなと思うし、自分なりに感じていくことを重ねていくことが、今一番皆さんに望まれているものを送り出しやすくなる、そういうふうなその知識というんですかね、感覚を磨くんじゃないかなと思っています。さて、続いては馬場典子先生による特別講義の話題です。フリーアナウンサーとしておなじみの馬場先生、実は大阪芸術大学放送学科の教授に就任されています。気になる授業の様子をご覧ください。6月27日木曜日、大阪芸術大学で放送学科教授の馬場典子先生による特別講義が行われました。情報番組からバラエティまで幅広いジャンルの番組でフリーアナウンサーとして活躍する馬場先生、
放送学科の学生を対象に行われた今回の授業では、情報とデータの鮮度、角度、重要度を考えるというテーマのもと講義が行われました。一個の事実、何でもない日常にもちゃんと情報はあるし、意味はあるし、価値はあるから、それを見逃さないセンスとかアンテナっていうのはとても大事なんだけど、一方で自分が見たものだけではなくて、聞いたものだけではなくて、あるいは一度はそれをそもそも疑ってみるとか、そういう多様な視点を持つことが大事です。ちっちゃく気づいたことを積み重ねていくことから始めていけば、情報に惑わされず振り回されずという人間になりやすいかなと思います。講義では現代社会において情報を得る上での注意点、また業界で必要とされる視点を馬場先生のエピソードを交え解説、さまざまな現場を経験した先生ならではの柔軟かつ鋭い観点での講義は、放送業界を目指す学生にとって貴重な時間となりました。まあ、マスコミは情報を得る側でもあるし、発信する側でもあるし、でも得る訓練というのは今の学生のみんなもできると思うので、まあ、情報全般の扱い方とか受け取り方について、まあ、具体例を出しながらやりました。総合的に言うと、人間力を磨くというとおこがましいんですけど、そこのこう何か土台になるようなことを伝えられたらなというのが、ここで教えるようになって1年目からの裏テーマです。その目標がないとか夢が今は見つからないだけの若者がもし悩んでるとしたら、いつか見つかるから、今興味あることを何でもいいからちょっとやってみるとか、今目の前にあることを頑張ってみるっていうのも一つの時間の過ごし方、人生の送り方かなっていうふうに思ってます。さて、続いては特集です。この夏、大阪芸大テレビがおすすめする夏のアートイベント情報をご紹介します。大阪芸術大学グループでは、年間を通じさまざまなイベントを開催しています。オープンキャンパスなどおなじみの学校行事はもちろん、総合芸術大学ならではの展覧会や演奏会とその種類もさまざま。今回はその中から、この夏おすすめの大阪芸術大学グループのイベントをご紹介します。まずは高校生の皆さん必見、大阪芸術大学グループが主催するコンペティションからご紹介。毎年恒例、世紀のダヴィンチを探せ高校生アートコンペティションの応募受付がスタート。世紀のダヴィンチを探せというスローガンのもと開催されるこのコンペティションは、美術やデザイン、映像、舞台と様々な芸術ジャンルで作品が募集されます。一次審査、二次審査を経て見事ダヴィンチ大賞に輝いた方には、大阪芸術大学4年間の学費全額免除、または50万円の奨学金が贈られます。受付は9月9日月曜日まで。ぜひ夏休みを利用して作品作りにチャレンジしてみてくださいね。大阪芸術大学スカイキャンパスでも注目の作品展が始まります。アベノハルカス24階の大阪芸術大学スカイキャンパスでは、大阪芸大映像学科客員教授のスクリーミングマットジョージ先生の作品展を開催。特殊メイクや特殊造形の分野で活躍する先生のハリウッドで携わった名作はもちろん、最新作まで一堂に展示されます。絵に限らず、漫画、油絵、それとトリックアートで、彫刻、それで、ステージの映像とか、もうなんか全領域を含めたものを見てもらえるかなと思います。シュールリアリズム、超現実主義的な作品を前から僕作ってるんですけども、そのオプチカルイリュージョンっていうものがあるんですけど、それが含まれた立体作品で、体験型になってくるんですよ。こう実際にこう見ないと、他では絶対体験できないという、そういう作品なんです。
特殊原子核アート賞スクリーミングマット・ジョージ展。先生の生み出すシュールレアリスムな世界から目が離せません。8月10日から始まるスクリーミングマット・ジョージ展、体験型の、エグゼビションなので、ぜひとも、見に来てください。続いては毎年恒例のあの演奏会の話題です。大阪芸術大学グループが総力を挙げてお届けする大阪芸術大学プロムナードコンサートが今年も開催されます。演奏学科ポピュラー音楽コースの学生によるパワフルなライブパフォーマンスや、大阪芸術大学管弦楽団構成合唱団による壮大なクラシックのステージと、一つのコンサートで様々なジャンルの音楽をお楽しみいただけます。またクラシックステージでは大阪芸大の豪華教授陣も出演。世界的に活躍する指揮者の大友直人先生をはじめ、バイオリニストの河合郁子先生、ソプラノ歌手の小林沙羅先生が華やかなハーモニーを披露します。大阪芸術大学プロムナードコンサートは名古屋、高松でも開催されます。ぜひお近くの会場へご来場ください。最後は大阪芸大オープンキャンパス情報です。日本有数の総合芸術大学である大阪芸術大学キャンパスには、大阪芸大ならではの学びの環境が整っています。オープンキャンパスでは、そんな大阪芸大の魅力を知っていただこうと様々なイベントを実施。普段は入ることのできない施設の見学や制作体験に参加して、一日芸大生気分を味わってみませんか？イベント満載の大阪芸術大学グループ。各イベントの詳細や最新の情報は、大阪芸術大学のホームページをご覧くださいね。以上、この夏のおすすめイベント情報でした。なんで暴れてんのよ。俺、大学どこ行けばええんや。大阪芸大はいいよ。たくさんの学科でいろんなアートが学べるよ。俺、大阪芸大に行く。その先の夢に向かって、大阪芸術大学。就職にも強いぞ。その先の夢に向かって、大阪芸術大学写真学科は、ファインアートやコマーシャルフォトに加え、デジタル一眼レフによる映像表現を極める。全天周東映の実験ドーム、 4K8KVR 水中撮影、ドローン、ここでしか追求できない映像表現の新たな可能性に挑め。写真学科。今回も大阪芸術大学グループからアート情報をお届けしてきましたが、皆さんいかがでしたか？この夏も大阪芸大はいろいろなイベントが目白押しですね。はい、気になるものがいっぱいありましたね。興味がある方はぜひ大阪芸大のホームページで情報をチェックしてください。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。